新規感染者数を着実に減少に転じさせ、医療の負荷を抑えていくため、今回は2週間という短期集中の対策となります。皆様のご理解とご協力お願いをいたします。北海道に適用されているまん延防止等重点措置は、あさって20日が期限でしたが、午前中行われた政府の分科会で来月6日まで2週間延長する方針が了承されました。それぐらいで収まってくるといいですけど、ちょっと再度の延長ってこともあるんじゃないでしょうかね。期間よりも内容の方が、見直した方がいいのかな。子どもたちはやっぱり部活とか学生だとかなってても、なんかコンサートだったりとか普通に通勤とかはいつも通りなので今日の新たな感染者は道内全体で2656人、札幌でも3日連続の1000人超えとなる1338人の感染が確認されるなど、高止まりが続いています。まん延防止措置の延長、飲食業界への影響は避けられません。飲食店の時短とお酒をこう規制することが結果にはつながらないと思いますね。店で感染拡大させない努力を最大限お金かけてやってますから、そういった中でこの措置が出るとまず人が来ませんから。道は飲食店に対する時短要請などの対策を続ける方針で、第三者認証を受けている店でも引き続きアルコールの提供は午後8時まで、営業時間も午後9時までです。席数を間引いたりとかっていうことは徹底してやってます。もちろん検温だとか来店時の体調確認ですね、お酒の提供の有無、それから時間、これはやっぱ関係ないというふうに考えていいんじゃないかなと。